小林沙るか、小林ゆか、1994年5月16日隊は、岩手県岩手郡松尾村出身のスキージャンプ選手である。森岡中央高等学校は瀬田大学、賃貸スキークラブ。兄の小林淳志郎、弟の小林良幸小林龍奈もスキージャンプ選手である。小学校4年生から柏大スポーツ少年団でジャンプ競技を始めた。 2008年3月8日に開かれたザオ大会でコンチネンタルカップに初出場し、1日目29位、2日目30位でポイントを獲得した。国際大会参加初期は国内開催の大会のみの参加であった。2008、09シーズンは好調で、ザオ大会で1日目26位、2日目25位であった。2009年シーズンは1日目30位。 二日目32位。2010、11シーズンは、ザオ大会で30位で1ポイントを獲得した。2012年3月3日開催のスキージャンプワールドカップ、ザオ大会で初出場、1日目40位、二日目41位で、ワールドカップでのポイント獲得はできなかった。チェコのリベレツで開催された、ノルディックスキージュニア世界選手権2013では、 個人で24位、団体で5位を記録。2014年1月に再び、ワールドカップに出場するも、ポイントを取ることはかなわず、翌年の札幌大会でようやく30位と24位となり、ポイントを獲得した。またシトゥルブスケープレソで開催された2015年、冬季ユニバーシアードでは、個人、女子団体で銀メダル、混合団体で金メダルを獲得。 アルマトイでの2017年大会では、女子団体で前回大会の雪辱を果たす金メダルを獲得したものの、個人は岩佐明日香に及ばず銀メダルに終わった。ジュニア世界選手権、ユニバーシアードワールドカップサマーグランプリコンチネンタルカップ。ありがとうございます。